今日も主力組の方でプレーされてましたけど、はい、今コンディションはいかがですか？コンディションは怪我から復帰してすごくどんどん上がってきて、まあ、あとちょっとで 100% できるぐらいになってきてます。数字でいうともう100にかなり近い。あ、そうですね、 70-80% ぐらい、まあ、でもまだ45分やってないんで分かんないですけど。沖縄キャンプ、あれ最初の週ですかね。そうですね、3日目ぐらいで気がしてます。早すぎて焦ったっす。やっぱ焦りました。焦りました。でも僕1週間ぐらいで治ると思ってたんで、あんましたことない怪我だったから、そしたら結構治んなくて、え、そんな治んないんだみたいな、そんな感じでした。いわゆるあのランナー膝みたいな。あ、そんな感じです。はい、これまでなかったんですけど、はい、急にどうしたみたいな。小前選手とその沖縄キャンプ、ね、そうですね、はい、離脱の期間もあの辺かぶってましたけど、はい、いろんなお話されましたか？そうそう、同じ怪我だったんで気持ちはすごくお互い分かって、でも小林選手はすごく優しくて面倒見がいいのでありがたかったです。部分合流もしながら行ったり来たりっていう感じだったと思いますけど、はい、そうですね、やって抜けてやって抜けてみたいな感じだったので、申し訳なさも強かったですね。時間かかっちゃいましたけど、はい、初めての実戦はいかがでした？やっぱり久しぶりにサッカー試合してすごく楽しかったです。やっぱりみんなすごくいい選手が多いので、思ったより僕にも合わせてくれるし、やりやすいのはあります、まあ、あの今日も含め練習は結構ミニゲームっていう形が多いと思うんですけど、はい、やっぱフルコートになった時、高尾選手の良さはもっともっと発揮されるのかなと思いますけど。あ、そうですね、やっぱりロングスプリントができるので、距離があった方が、まあ、そういうところは出やすいんじゃないかなって思います。その辺実践やってみていかがでしたか？はい、練習試合では、まあ、結構走れたんじゃないかな、まあ、でも結構ボール持ってたんで、その反応系のきつさがあんまりなかったんで、それはどうなんだろうなって感じでした。まあ、やっぱ、まあ、なんか噛み合えば多分勝てると思います。一回勝ったらいけるんじゃないか、そこが大事なんですけど。それをじゃあ高尾選手が次出てっていうのを意識されてますか？そうですね、勝ちたいですね。改めてどんなところになりますか？違い見せれるところは、まあ、やっぱりストロングポイントが前に行くところなので、まあ、攻撃のところは間違いが出せるんじゃないかなっていうのと、まあ、守備も強度高くやれるので、そこは大丈夫だと思います。でもヘディングも全然ガンマにいて、そこが一番多分5年間で一番成長できた部分だと思ってて、ヘディングもそれなりにはいけます。初ゴールですね。あ、まあ、ヘディングです。でしたよね、はい、5年いたガンバからの移籍、このどんな思いでここに来たのか改めて教えていただけますか？やっぱガンバで5年やって、まあ、最後のシーズンはあんま良くなかったんですけど、まあ、それでやっぱ新しいところでやって、また一個成長できる気持ちで、今年にかける思いは強くて、まあ、怪我しちゃったんですけど。まだまだ、まあ、ここから、そうですね。はい。背番号2番、高尾龍です。怪我してて、そんなに多分僕のプレーは分からないと思うので、神戸戦ではしっかり自分のことを覚えてもらえるようなプレーをしたいと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。まあ、やっぱ浅野とはすごく仲良くなりましたね。ちょっとハチはね、ちょっとハチがな、まだ馴染めてないですね、僕たちに。来てくれないと。じゃあなんか札幌の人って、なんか2時間、3時間を全然近いよみたいな感じで言うじゃないですか、車で。それ謎なんですよね。